お子さんを叱るときは大切です。はあ、なるほど。知ってるわ子供の本当に。いや素晴らしい。そうなのよ。めちゃくちゃ勉強になった。カメラマンさんめちゃめちゃうなずいてますね。カメラ動いたんじゃん。でもカリカリしちゃうんだよ。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。いつも幸せに。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール、担任の那須でございます。そして生徒が内田篤人くん、秋田さらちゃん、中西くんでございます。よろしくお願いいたします。さあそして今回の先生は前回に引き続き現役保育士で約50以上の保育園の監修や育児アドバイザーを務め、さらに育児教育に関する著書10冊以上執筆し、売り上げは累計60万部を突破。また東京都から依頼を受けて年間50本以上の育児に関する講演活動を行う T 先生でございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあということで前回に引き続き今回のテーマも SDGs から見る幼児教育編でございます。後編になりますね。 SDGs は2030年までの目標ですが、今の子どもたちが生きていくもっと先の未来をより良いものにするためにも幼児教育はとても大切なんです。さあこれまで T 先生に寄せられた悩み相談の中から特に多かった6つの悩みを紹介し、その対処方法を教えていただきたいと思います。さあ今回まず最初の悩み、こちら、どうやって叱ったら理解してくれるのということでございまして、これはね、はい、うなずく人多いですよね。もうこれ本当に困る。あ、なかなかやっぱりこう分かってない感じですか、お子さん。まあ、できれば叱りたくないじゃないですか、子供ですもん。ええ、ただ、まあ、叱らなきゃいけない場面とかあると思うんですけど、叱り方難しいし、危ないこととかした時にね、こっちの言い方というか、なるほど、難しい、さあこちらやっぱ大切なことがあるんですね。そうですね、はい、あのお子さんを叱る時にはほにゃららが大切になるんですが、一体何が大切でしょうかということで、ほにゃらら、永井さんなんかでも怒り方あるんじゃないの、永井さん。え、俺ほんまにあのほんまにやってるやつ言うてもいい、はい、俺はちょっとあの本気であのいつものお父さんと違うよっていうことで、サングラスかけて怒ってる。どういうこと、マジで。どういうこと、いつものお父さんと違うぞってサングラスかけて、おーいな。雰囲気から変えてくる。マジでやってる。理解しますか。うん、あのずっとあのタブレットやられる。効果ないじゃない。もう当てていいですか。お、やはり私いいパパ代表として、はい、グッドファーザー賞狙っておりますので。あ、知らなかった。狙ってたんだ。目線、ほう、お、え、違うの先生。こう目線っていうのは上からこうなんとかダメでしょよりも、はい、同じ角度に膝をついて、子供と目線の高さで、ダメだよね、はあ、にしようか。周りの反応を見て答え変えなくていいんですよ。いやでも目線でいこうかな。あ、なるほど、中西さん。なぜこれがいけないのかしっかり説明をすることが大事、はあ、説明が大切。なるほど、こうこれしたらこうなっちゃうからって言ってこう言ってあげる。なるほど、いつになく真剣に取り組んでますあの多分おそらくこれあの妻が見ますんであ、そうか、はい、それはもうちゃんと考えてるなって思われる、さあ今の中で正解はあったんでしょうか。はい、もう皆さんの正解素晴らしかったと思うんですが、はい、一応正解としては、はい、お子さんを叱るときは共感が大切です。共感、はい、例えばですね、お子さんがまあご飯を食べているときに立ち上がってまあ遊び出したとします、うん、まあ、そうするとまず大事なのが共感なんですね、まあ、例えばなんでその立ち上がったのか、まあ、その頭ごなしに立っちゃダメですとかっていうよりはなんで立ち上がったのかっていうのをまあお子さんにまあ聞いてみて、でまあ例えば遊びたくなっちゃったとか、まあちょっとお腹がいっぱいになってきちゃったとかいうことをまあ例えばお子さんがお答えしたのであれば、あ、そうなんだねと、お腹いっぱいになっちゃったんだね、遊びたくなっちゃったんだねと、まず受け止めた上で、でもこうするといいよねっていうお話
話をした方が、まあ、そもそも聞く姿勢が整うんですよね。誰でも叱られたくないじゃないですか、だから叱ってくるって思った途端に基本まあお耳はまあ物理的には開いていても精神的には閉じちゃってるんですよね、だから何回同じことを言われてもまあなかなか入っていかないってことになってしまうので、まあ、とにかくまずは相手のまあ気持ちとかを汲み取って共感するってことが大事かなと思います。なるほど、はい、カメラマンさんめちゃめちゃうなずいてます勉強になる、マジ勉強になるですよね。カメラ動いたんじゃん、いい番組ですね、番組よこれは、全員が勉強になる。ダメな行動じゃなくて正しい行動を伝えるっていうのが、まあ、教育業界とか保育では大事にされていて、まあ、例えば分かりやすい例で言うと、じゃあ走り回ってるお子さんがいますと、でその子に対して走ったらダメっていうのはこれ実は逆効果なんですね、なんでかっていうと、ちょっと10秒ぐらい目をつむっていただいて、よろしいですか。パンダを想像しないでくださいって言われたら、これ誰でもパンダ想像するんですよ。めちゃくちゃパンダ浮かんできてます。そうなんです、めちゃめちゃ上の動物園めちゃくちゃ行くな。なので本当にパンダを想像してほしくないのであれば、キリンさんを想像してくださいって言えばいいだけなんですよ、はい、それと同じように走り回ってるお子さんに走るのやめなさいっていうよりも歩こうねって言った方がお子さんは行動修正しやすいわけですね。へー、面白いな、おもろいな。でもカリカリしちゃうんだよついついね、みんなね、皆さんそこをね思われてるでしょう、ね、さあ続いての悩みがこちらでございます。人に感謝できる人間になってもらうには、さあこれもなかなか難しそうでございますけども、この悩み解決は何が大事なところなんでしょうか。感謝をしなさいと言ってもお子さんなかなか理解できないんですね、まあ、人に感謝をまあできる人間になるためには、子どもが何かを成し遂げたりとか何か成功したタイミングでほにゃららと伝えてあげるといいんですが、まあ、その一体ほにゃららは何でしょうってことです、これでもサッカーのインタビューとかでも、はい、今日の得点素晴らしかったですね、はい、いやあれはチームメイトがボールをうまく運んできてくれたんです、チームのおかげなんです、はあ、ということなので、はあ、成功した時には〇〇のおかげとか、はあ、〇〇があったから成功したのかな、なるほど、努力したもんねとか、はい、おさらちゃん、私も内田さんと似てるんですけど、誰々が何をしてくれたから何ができたねみたいな、はあ、もうほぼ一緒やね、はい、内田君と長西さんは。私もサラちゃんと一緒なんですけど、ね、誰が何がずるいずるいずるい、なんか流れ的になんか合わしといた方がみたいになってる、なんかこれ楽な列車乗ろうもではこれ先生お願いいたします。正解はお子さんが何か成功したりとか成し遂げた時にタイミングよくですね、誰々のおかげだねとお伝えするということです。まさにでございますね、こんな番組ができるのも皆さんやらしく聞こえんな、ミクシル様のおかげなんですね、ありがとうございます、うん、本当に思ってんのかって普段その何でもない時に誰々のおかげであなたはご飯食べてるとか誰々のおかげでどうのこうのって言われてももう鬱陶しいだけじゃないですか、なるほど、ね、でも勝った時とか何かその自分がやったって思った時に誰々のおかげだねって言ってもらえると、まあ、素直に入りやすいんですよね。タイミングも大事なんだ、はい、だからその成功した時っていうのがポイントなんですね。そうなんです、ん、はい、そういうことでございますね。さあ続いてのお悩みこちら、頼み事をしても嫌がらない方法はということでございます。さあこちら先生ポイント何でしょうか。はい、こちらですね、子供に頼み事をするときには子供にほにゃららを持ってもらうと良いということになります。あんまりこの持たせるっていう感じにとらわれない方がいいかもしれないです。とらわれない方がいいですか、はい、うん、僕はもう完全にも子供に金を持たせるそんなないやんお金言わんといてんな言わんといてな、犠牲心とか。犠牲心、はあ、というのは、じゃあコピー頼まれました、うん、自分でやれよって思うけどそこ犠牲心、はあ、いや僕が行きます。あ、サッカーもそうだけど誰かが倒れました、うん、誰がカバーするの、俺が犠牲心払ってカバーします。頼み事聞いてるか中田浩二中田さん聞いてますよね、聞いてますか急に言われるからドキッてなってる中田さんもびっくり。さあ何だと思いますか。
ヒントありますか？あ、ヒント欲しい。確かにいいヒント。子育てなさってる方だと分かりやすいかもしれないんですが、イヤイヤ期のお子さんとかにすごく効果的なものになります。先にどうぞ。いやいや先にどうぞ。いやいや気出すなよ。大人で。もう言っていいですか？はい、拒否権。はあ、拒否権を持たせる。お願いします、嫌ですって言えることを持たせる立場というか、強制じゃないっていう、うん、おー、慈悲の心。もう自信ないから声めっちゃ小さい。自信ないし、うん、自信ないし、うん、ここは別にあの、もういいんで正解を知りたい。そうですね、正解を知りたい。では、はい、T 先生お願いいたします。はい、正解はお子さんに選択肢を持ってもらうことです。なるほど、うん、はい、選択肢。そうですね、まあ、例えばじゃあお片付けをお願いしたいという時に、ただお片付けしなさいだとやっぱりお片付けしてくれないんですけど、例えばじゃあ緑のおもちゃと赤いおもちゃどっちからお片付けするって聞くと、やっぱり片付けてくれるんですよね。へえ、大概なんか今絵が見えたもん、赤とかって言ってね、はい、うん、そうなのよ。そうですね、ちょっとねゲーム感覚を持たせるとね子供は動いてくれるんですよ。例えば親御さんから、まあ、例えばお子さんにお着替えをしてほしいとお願いをする時も、まあ、やだやだとかなっちゃうことあると思うんですが、まあ、どっちのお洋服にするとかって聞いてあげると、まあ、自然と選んでくれやすいですし、まあ、それでもうまくいかないっていう時は、まあ、例えば内田さんだったら今日パパこっちのスーツとこっちのスーツ着ようと思ってるんだけどどっちのスーツがいいかなって、まずパパのお洋服を決めてもらう、その後にじゃあ今度は何とかくんのお洋服を決めようかって言ってどっちにするって聞くと大体選んでくれます。はあ、なるほど。よく知ってるわ子供のこと。いや素晴らしい。本当そうなのよ。本当。すごいためになりましたね今回も。めちゃくちゃ勉強になったね、うん。では内田君今日のまとめをお願いいたします。はい、一歩言葉を発する前にあこういう風にしたらいいかなっていうアイデアをここからヒントを得てすぐ怒らないでこうしたらいいかな。今日のあったでしょアドバイス、うん、あれを少し頭に残しながら生活していきたいの。僕もそうです。頑張っていきます。次回の SDGs スクールは世界の SDGs アメリカ編。歌うまアーティストのニックさんが再び登場し内田くんとの共演が実現。内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、来週もお楽しみに。それでは皆さん YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。